it yourself ですよね、はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える。CJS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日の神谷宗平は今日も前回に引き続き、森林ジャーナリストの田中さんにお越しいただいています。田中さん、よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。前回ですね、はい、自己紹介と、まあ、こちらの絶望の林業という本の触りの部分だけ少しお話をいただいたんですけども、はい、今日はですね、まあ、具体的にじゃあ絶望という、ね、はい、冠がつくこの日本の林業が今どんな風になっているのかということを視聴者の皆さんにお話していただけないかなと。分かりました。まあ、前回も言いましたけども、はい、日本でいわゆる人工林、林業に使っている森は1000万ヘクタールを超えるんですね、はい、で実はそれを現場で働いて扱っている人は4万5000人弱なんですね、はい、それほど少ないんですね、うん、だったらよっぽど大切な方で、しかも技術がちゃんと持ってなくちゃいけないかと思っていたんですけども、はいはい、実際行ったらまずびっくりするのがですね、彼らはどういう雇用状態か、はい、ということなんですね、はい、普通に考えたら、まあ、森林組合勤めてるとか、うん、林業会社に勤めてる、うん、言ってみればサラリーマンですよね、はい、だ毎月お給料もらえる立場だと思うでしょう、はい、でまあ、普通なら、まあ、週に1回か2回は休みがあってとか、うん、はい、全然ないんですよ。ない、はいはい、まず基本的に払い方は日給払いとか出来高払いですよね、はい、ですから休んだらその分給料減るんですね。減る、だからしかもその金額というのはものすごく安いですよね、はい、でだから普通に考えたら生活できないんじゃないかと、うん、まあ、いう形で、はい、まあ、若い時は何とかやってても、うん、結婚しました、はい、だ結婚退職しますって言うんですよね。これもちろん男ですよ、はい、男でもこれ家族養うには食っていけないからと辞めてしまうぐらいの感じなんですよね、うん、はい、そうもちろん休みも雨の日が休みだとかね、うん、でさらに使うチェーンソーとか何らかの機械必要ですよね、うん、これ自前で買えって言うんですよ。自前、そうなんです。支給じゃないんですか、まあ、もちろん最近はちょっとね、支給する会社も現れたりしますけど、はい、自分の道具は自分で買えっていうのがもう昔からの伝統ですよね。あ、なんかフリーランスみたいなもんですね。まさにそうですね、うんうん、まあ、しかもですね、やっぱり何といっても刃物を使って木を切る仕事ですから、はい、事故がものすごく多いんですよ。ああ、書いてありましたね、事故率が高いと。事故率はね、まあ、いわゆる全産業の平均と比べて15倍です、うん、15倍、はい、で4万5千人しかいないって言ったのに毎年何十人も死んでます、はい、ああ、いや、それも書いてありましたね。いや、本当こんなひどい職場があっていいんだろうかという感じですよね、うん、はい、でしかも、もちろんそういう危険な職場で例えば切ったらその木がどっち倒れるかわからないとか、うん、まあ、場合によって倒れて向こうからその折れた枝が飛んでくるとか、はい、いろいろ危険、もう想定外の危険がいっぱいあるんで、はい、ヘルメットは絶対かぶりましょうとか、うん、チェーンソーするときはこの防護ズボンと服を着なさいとか、うん、まあ、音がすごいんでイヤマフしなさいというのは、はい、これ法律で義務になってるんですよ。法律で決まってるんですか、はい、特にここのところ数年どんどん厳しくなってやってるんですが、うん、はい、ほとんど守ってません。あ、まあ、ヘルメットぐらいはかぶりますけど、みんな着てないですね、うん、なんかあれなんでしょう、取材行ってカメラ回してますって言ったらみんなが急に装備を整え出したって、ちょっと待ってくれ、ヘルメット初めてかぶるとかねそんなことがあるんですよね。なるほど。そういう、まあ、本当職場状況なんで、うん、これはとても勤めてられないと。だから、うん、ある意味林業は自然の中で働くんだとかね、はい、これもし自然を守る仕事だと思って、うん、まあ、若い人が入ってくるケースもあるんですが、はい、もう途中で逃げ出しますね。あ、でも結構、まあ、うん、若い人が入ってきてるとも書いてありましたけど、それは確かに増えてるんですね、うん、以前に比べれば増えてるということで、うん、まあ、そのために、まあ、緑の雇用事業というようないろいろやってるおかげで入ってくるんですが、はい、うん、まあ、5年で半分になりますよね。あ、だから入ってくるけど辞めていくの方が多いよ。離職率が高いと、はい、そうですね。あともちろん高齢者も辞めていきますので、はい、どんどん減ってます。うーん、多分数年以内に4万人切るんじゃないかなと思いますね。あ、そういったやっぱり技術の継承って必要じゃないですか、はい、そうなんですね。そういうことはじゃあ、いや本当そうなんですね。普通どんなに
あのベテランの頭は10年20年かかると、はい、最低でも5年やらないと1人前じゃないとか言うんですけども、うん、その5年以内に辞めてしまうわけですから、はい、どっちかというとみんな未熟練労働者な状態ですよね、はい、でしかもそれを教えるという何と言いますかね、あの教育体系がないんで、うん、あのすると昔ながらの見て覚えろとかね、あ切り方見せてやるからな、うん、はいこう切ってみ、はい切ったの、はい、やってみろという状態ですよね、それ素人がいきなり真似して下手な方向へ倒したら自分死ぬわけですよね、はいはい、そういう危険な状況がいっぱい転がってます。うーん、あのなんかそういう林業の職人を育てるような専門学校とかはないんですか？あの今そのためにあの、まあ、いわゆる林業大学校というのを、うん、まあ、全国にだんだん増えて、ほんのここ10年以内にもう、はい、20ぐらいは、そんなに結構もうどんどんあちこちの自治体でできてますんで、はい、その点は確かにいい傾向ですね、うん、ただ面白いのはね、あのそこはもちろんそのちゃんと先生が教えて、はい、切り方はまあ順番あの丁寧に教えるわけですけども、うん、でさっき言ったヘルメットは絶対かぶりましょうと、うん、あの防護ズボン着用しましょうと言いますよね、はい、でまあ、あの卒業して勤めるのが新入組合とか林業学校です、うん、はい、あの学会社ですよね、はい、そこの人誰もやってないんです。あんであの新人がそんなもんつけてたら何偉そうにやってんだって怒られるという、そんなありさまなんです。すごい状態です、ね、だからそれも呆れ果てて辞めていく人いますよね、うん、給料安いしそんな状態だし、うん、で中にやっぱ怪我する方もいるわけですよね、はい、で3日間休んだら労災が適用されますよね、はいはい、労災適用するなと、そんな恥ずかしいことするなと言ってしてくれないケースとかね、で3日4日以上休んだなるから3日で辞めて戻ってこいとかね、うん、そんな話も聞きますね。それはなんか日本の悪いところですね、本当そうですね、昔のね、うん、まあ、それはもうどんどん変えないくちゃいけないんですけども、結局労災適用者が出てしまうとその会社仕事が取れなくなってくるんですよ。あの主に風評が、あの風評というよりあの公共事業とかの入札とか合うと、うんうん、あの労災適用するような事故を起こしたところですねと言ったら結構ポイント落ちるので、入札参加できないとかね、そういうケースもあるんですよ、ね、なるほどね。じゃあみんなのためにみたいな形になってくると、ね、うん、なんか泣き泣きあの、まあ、本当は体動かないのに出てこなくちゃいけないことになってしまったりするんですよね。なんかもうそれ聞いてるとすごいブラックな仕事に聞こえるんですけど、そうなんですよね、職場でもそんな状態の上に、例えば今増えてるのが盗伐なんですよ、はい、盗む罰ですね、はいはい、結局あの他人の山を勝手に切っちゃうというそういう犯罪行為が今横行してるんです。うん、とにかくあの本来ならその所有者と契約して、はい、この山切らしてください、でいくらお金払いますと言って切るもんなんですけども、はい、で伐採届も自治体に届けて、うん、ちゃんとあの契約とかその後再造林しますとかいう、はい、ちゃんと計画を作って出さなくちゃいけないんですけどね、うん、それ守りたくない人はあの偽造してでっち上げたりとか、はい、全く何もないあの知らないうちに山奥なんで、うん、滅多に人が来ないから分からないということで、はい、勝手に切っちゃうというケースが増えてるんですよね。そういう場合は警察とか動いてくれるんですか？それがね、はい、まあ、多いのはあの九州が多くって、はい、まあ、宮崎県が特にひどいんですけども、あの警察に被害届持っても受理しないケースがものすごく多いんですよ、はい、やっぱりそう調べるのが難しいから、まあ、はっきり言って難しいというより、まあ、面倒くさいんでしょうね。ああの証拠をつかむのも大変だし、例えば、はい、自分の山が切られたと言ってもいつ切られたか分かんないわけですよ、1年ぐらい1年に1回ぐらいしか見ない場合とか、はい、もっと長い間行ってない場合、まあ、久しぶりに行ったと思ったら山に全部自分の山の木がないって、はい、びっくりして届けに行くんだけども、はい、いつ切ったかちゃんと全部調書取らないと分かんないですよね、はい、それ嫌だし仕事増えるの嫌だしということで、はい、不受理ばっかり続くんですよ。それも問題になってますよね。まあね、管理ができてないとそういうことになっちゃいますもんね。うん、ね、まあ、そういう犯罪行為も含めていろいろもう今の日本の林業とおかしな方向に行ってるんじゃないかなという気がしますね。うん、まあ、なんかでもね、よく僕らが聞いたのはこう、うん、日本の木は植えても売れないと、だから杉とかがどんどんこう野放しになってて、うん、それで花粉症が増えるんだとか、うん、なんかそんな話も聞いて、なんかそれはまたちょっと違うんですかね。あの木は売れないことはなくて、まあ、安かったらいくでも買ってくる人はいるんですけども、うん、まあ、結局あの安かったら利益が出ないわけですよね、はい、だから山主にとっては切っても意味ないわけですよね、うん、赤字になってしまう、切る方の結構コストかかるわけですから、はいはいはい、赤字になってまで切らないですよ ね、 そうですね、だから切らないというそれがまず第一の状況ですよね。
それは例えば昔はなんか安い外材が入ってくるから、うん、価格が下がってしまうんだっていうことですけど、うん、そういうことですか。いや、外材解禁になった当時は外材の方が値段高かったんですね、うん、で、まあ、2倍ぐらいはしたという。それでも、はい、まあ、その当時は高度経済成長時代なので、はい、日本は木材が足りない、うん、だから高くても買うという感じだったんですけども、はい、うん、その後、まあ、円高になりましたよね、はい、かつて360円だったのが200円とか100円台が落ちてきたから、はいはい、その時点で確かに外材は安くなったんですね、うんうん、で安い 方で買うった、はい、とかさらに進むとどんどんその外材が安いから国産材もどんどん安くなって、はいはい、で切るのも大変だってどんどん安くなってきて、うんうんうん、だから今また国産材も安いんですね。あ、そうなんですか。確かにだって、うん、もう今外国のものって安くなくてですね、はい、木だけじゃなくて、はい、だから僕も結構世界80カ国ぐらい回らせてもらってるんですけど、20年前ぐらいから海外行き始めたんですけど、うん、昔はなんかどこ行っても安いなと思ってたのが、今どこ行ってももうね、昔あれこの国ってまだ発展途上じゃなかったっけと思ってたような国も結構もう今経済が成長してきてて、はい、だから賃金も上がってるじゃないですか、はい、だから思ってたんですよ。木とかも切ってわざわざ日本まで船で運んできて、それで合うのかなと思ってたんですけど、やっぱりもう国産の方が安くなってる、うん、もうそうです。原木というか切った丸太の状態では国産材の方が安いですね。ああ、そうなんですか。ただ海外特にまあ今これ誤解があるんですけど、日本で外材というとなんか発展途上国の南洋材が来るというイメージがあります、はいはい、もうすぐ減ってます。今多いのは欧米ですね、うん、欧米、特にヨーロッパがどんどん増えてます。あ、ヨーロッパからわざわざ、はい、そこの方が実はきっちりと製材して完璧に持ってきてくれるんで、はい、しかも大量生産で無駄なく来ると実は安、うん、値段が安くなってるんですね。あ、だから原木の丸太の状態だと日本の方が安いのに、はい、製品にしてしまうと国産材が高くなってしまって、はい、外材の方が安いというそういう現象なんですよね。なんかそれは日本人の、うん、効率が悪いっていう風なことに聞こえますね、うん、はい、ちなみにヨーロッパだとどこがこう産出国なんですか。一番やはり有名というか多いのは北欧ですね。北欧、うん、ドイツ、オーストリアといった中央部分も結構ですね、うん、なるほど。最近は旧東欧ですかね、はい、ルーマニアとか、うん、まあ、ポーランドとか、はい、あそこも行ってみれば解放してしまったので、うん、切りたい放題で切ってしまってるというのもあって、うん、だから結構それはまた問題になってるんですけどね、はい、はっきり言って向こうも違法伐採してんじゃないかという話もあるんですけど、うん、そういう木がどんどん日本に来てますね、はい、うん、そんなのも日本は本来ダメでしょ、違法伐採したら木買っちゃう、ね、これ国立公園の木を切ったらしいでとかいう話はやっぱあるんですよ、はい、でもそれは日本に来たらなんかオーストリアのなんかすごい専門家が作った家に材料として来るわけですよね。あ、なるほど、うん、そういう状態で、で、まあ林業者で、ね、そうやってブラックな状況になってる、うん、価格も下がってる、はい、ってなったらやっぱりなかなかもう未来が見えないので絶望してきてしまうと、どこから変えてどこを改革すればいいのかわからないほどもうぐちゃぐちゃに変なことがいっぱい起きてるような状態ですよね。なるほど、わかりました。まあ今日入り口のところですね、はい、聞いていったんですけども、じゃあ今日本のこう林業っていうのがどういう仕組みになってるかっていうところをちょっと掘り下げて次回聞いていってですね、はいはい、もうちょっと問題の深いところを聞いていけるかなと思いますので、はい、次回もまたよろしくお願いします、ね、今日はありがとうございました。